ヤガチャガチャンネル。前回階段状のフロアに到着したヤガミ。しかしながら一度はボスフロアにたどり着いたはずが、今回何度巡っても何度巡ってもボスフロアにたどり着かない。そんな中、ヤガミのひらめきから今回はスタート。わかった、なるほど、ここのフロアの意味がやっと全部わかった。これ本当にループすんだ。で、さっきたまたまクリアできたけど、なんかって、あれだったの、出れなくて、で、どうしたらいいんかなと思ったんだけど、やべ、ちょっと待ってね。パラソルは絶対お守り代わりに持っといた方がいいと思うんだけど、やべ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 。まあ、分かったから先にそれやるか。これね、ここのこの抜いたところから出るとここに来る。で、ここからボスフロアなんだ。死ぬに決まってんじゃん。HP1 で何ができるっつうのよ。めちゃくちゃオフェンシブスタイルでいくからね。ほーら。だからできれば前半戦とかでチャンスでいかに叩き込めるかだよな。よいしょ、いいんじゃない。やべ、落下はせず、おしよしよし、落下合わせはつらい。さーて、はあ、まだ続くのね。何これ、え、女の人いる。え、あれ助けたら終わり。はあ、出てきちゃった。しかも2階じゃねこれ。2階からあの部屋がまだ意味がないとか、そういうことだったりするのかしらって感じ。まあただそうなると、あ、ないないない、入った。ほう、おお、なんだなんだなんだこれ。おお、壊せるブロックが何個かあって、あれ右下のブロック超怪しくね。あ、このゲーム疑心暗鬼になるな。なんかどこかに何かあるんじゃないかっていう気持ちがすごいことになるな。で、これは多分この飛べる靴の、おー、なんかすげー上に飛んだけど、できればな。おっと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 、さあそこに、そ、あぶね、がで、で、できればなんだけど先にハート集めたいんだよな。だし落下の罠が至る所にありそうで。ああ、ジャンプ台か、はいはい、よいしょ。で、そこも、ああ、でもそこ、おっと、お金なのは助かりますね。で、よいしょ、はあ、あ、鍵がねえのか。ちょっと待ってよ。そこも落ちるだろ。はい。だし、はあ、ヒント。暖炉の下に部屋がある。暖炉の下、どこの話してんだ。左の塔に罠がある。左の塔に罠がある。で、金がない。左の塔に罠がある、あの出方がわからないっていうことじゃなくて、出るの超むずいぜみたいなことじゃなくて別にってこと。あ、鍵あった。じゃあこれでと、おー、やべやべ、金あった。だからここでお金もゲットして、なんだったらあと、あ、オッケー、できればだけど、そうね、あと1ドル、
あー、待って待って待って、すーげー落とされた。あと1ドル、あと1ドルあればさっきの使用用途は知らんけど羽みたいの買えるんだけどな。よいしょ。あー、すーげー、ここめんどくせえな。あー、できどんじゃないの。あー、ラッキー、もうない。じゃあこうなっちゃうと、なんか今までこのゲームアイテム買って失敗したがあんまないから、パワーアップアイテムだと仮定するならば、ハート取りてえな、あれ。パワーアップアイテムと仮定するならちゃっちゃか取りたいよね。とりあえず上に戻るのが一苦労なダンジョンだよ。出ちゃった。よいしょ。体が軽くなりエレベーターに乗れる。エレベーターの存在を知らんのよ。死ぬって。エレベーターがどこにあるのかを知らんから。あーららっぱー、上にお金あったしな。さあ出れたはいいが何もない。それ下から行ってこうかな。なんもない。でここなんもない。よいしょ。あー、水筒は氷の部屋にある。水筒も氷の部屋もわからん。さっきそこ行ったから左側から攻めるなら次ここか。よいしょ。何これ。あ、でもなんか回復にも一役買いそうなフロアじゃない。ぶっちゃけまさかあれのことをエレベーターつってないよね。あれか、左と右を交互にこうやって打っていくことで足場を作っていくのか。なるほどね。で、ところどころにお金がありますよと。あ、やべ、お金捜索隊の朝は早いよ。あ、下もある。よいしょ。あー、下からも別ルートか。ずいぶんトリッキーな部屋だな。あー、出た。これはガチのたまたま。やったぜ。ボーナスステージ。あ、このなんか後ろの音楽鳴るだけでずいぶん豪華になるね。すげえ。さっきなんか50ぐらい取ったらいい感じに金動いたよね。できれば50取りたいけどこのペース絶対無理だと思うわ。よいしょ。だって今24でしょ。多分これ40ちょっとぐらいのペースじゃない。さすがにね、このボーナスして、あー、そう、おー、低っ。そりゃ低いぜ。で戻ってくると、なるほどなるほど。で右側に行けたから出ることができるんだよね、まずね。で、あ、鍵だ。え、これなかったら取れなくね。あ、そんなことないな。この段差をうまく駆使すればどんなやつでも取れたな。で、できればだけどここの雑魚敵でハート集めたい。よーし。で、これでハートを集めたので一回ちょっとあれですよね、ここ冒険したいですよね。だし、ここ上なんかありそうだぞ。よいしょ。それ壊れないの？変な配置やな。よいしょ。んで、あー、足場にするため。で、よいしょ。で、またこうやって、絶対取れねえよ、それ。
で、まだいけるね。ほう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 。まあここまで来るとワンパンぐらいはどうってことなくなるからありがたいね。で、またそこが分かれてて、そうね、もああ左側とつながったわ。でお金ももらえた。そうね、ちょっとお金に関しては金欠気味だから、それもう一個上が開かないと取れないもんね。おー、ここ美味しいぞ。財源ここは、あーエレベーター、エレベーターなのあれ、の上に宝箱か、宝箱しねえ、ドアか。でちょっと金の問題があるから引き続き対応していくか。あれなんだよな、あそこのショップの買えなかったアイテムやっぱ気になっちゃうよな。でも大して金ねえしな。おっと、で HP 回復するのはいいんだけど、よいしょ。おーっと、またはこれ外に繋がってくれてて隠しショップ的な感じにならない。あ、純粋にお金あってよかったねフロアですか。そういうことっすか。お、え、剣で、ヒント、偽のプリンセスに気をつけろ。はあ、偽物のプリンセスがいらっしゃるんですね。じゃあ、あの剣の場所は、あの剣のショップは本物じゃないってこと？ああ、でも冷静に考えたらあれだよな。この、せっかくこの棒登ってたんだから、この棒の上にドアがあって叱るべきだよね。そこで言うと。え、このゲーム金足んね。あの、ハイパワー買った事故分、お金がたまらないという悲劇が起きるから、あれだよね。多分、たまーに懐かしがってプレイすると、どん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 連動が上がっていく感じになるよね。あれか、ドア。だからまあそうなると、あとはいかに金掘って、ちゃんと、なんであそこにパンチグローブあるんだ？ちっちゃくなって意味がある？ってことは、あー上から出れるのか。じゃあここから出たらゴールか。でいくらだったっけそこ。 35?40 かたっけ。でよいしょ、なん、下に下ろされた、マジか。でそうなると右側の部屋、さらにさっきこれで、あと上も調べてないか。ああ、じゃあここでいいか。ほう。石の感じ？もう本当に最初乱射しねえと突破口が見つからないよね。まずは乱射。おっと。そう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 。お金も結局乱射した先にばっかりあるから。おお、なんか今なんか出たよって音したけど何も分かってないよ。あそこのドアに入るためにはパンチされた方が良さそうだな。で鍵はありました。鍵はとりあえずあったので一回出る、終わりか。んなことないはずだから、だし画面下側にもスクロールしそうだから、どそうね、やっぱ下側にも道あるよね。おっと、よいしょ。おなんでまずはお金探しなんだけど、ここちょっとおかしいね。やべ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 、一瞬で蜂の効果死んだな。だってここ四方八方囲まれちゃってんじゃん。
違うところから入るってことの処理でいいです。だからちょっと改めてだけど、そこから、あーそっか、出ちゃうのか。じゃああれか、下側にまっすぐちょっと移動してみる感じで、まずは見ていくか。で、なんか下に降りる、あーあったあったあった、危ない、結局食らったわ。で、あ、これ暖炉？なんか暖炉に、暖炉のなんたらかんたらつってたよね。火出てきた。火出てきた後になんかあるとか、何もね。え？暖炉でなんとかって言ってた記憶はあるんだけど、記憶しかない。やばい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 。え、暖炉でなんだって？なんか暖炉で何かをし続けろみたいなことじゃなかった？暖炉の上で上を押し続けろ。何も起きん、死ぬ、死んだ。なんだこれ。さて、なんとか思い出そうとしている矢神。しかしながら、この勘違いがファインプレイ。何かをしなくてはならないと勘違いをしているが、本当の答えは、暖炉の下に部屋がある。これだけなのだ。つまり、暖炉に仕掛けはあるのだが、何かをしなくてはならない。この勘違いが、まさかのトリガーとなる。これを押すってこと？なんも来らん。お、なんか起きた。いや、君からもらいねき。待って。なるほどね、暖炉の上で、あの余ったブロックを左に2秒押せってことね。HP よ。よし、だいたい HP、マックス気味で来れたぞと。で、もうここに関しては相変わらずの流れだよね。しっかり集中しながら打っていくことしかできん。で、あっ、手前の炎がどれだけ綺麗に抜けられるかで若干差が出るよね。うわー強だ。暖炉の部屋のボス、レッドホーマー3戦目。明らかにボスの HP も攻撃の頻度も向上している。もう喋るほどの余裕もなく、何とかして攻撃をかいくぐりながら攻撃を続ける。一撃を食らった際のダメージも増えてきてしまっているため、一瞬のミス、集中力を欠いたプレイが命取りになってしまう。とにかく今はひたすら避けて攻撃を繰り返す矢神。よっしゃー、オッケー。で、お、またなんかあれだ。あ、2階に出るやつだろ。これの意味がいまいちわかんねえんだよな。で、まあしょうがねえから1回 HP 全開させるか。とりあえずここだっけ？ショップに40ドルのアイテムあったべ。あれをとりあえず、あ、違う。とりあえずあれを買ってから考えようかなって感じですね。見えないものを見えるようにする。天体観測じゃん。見えないものを見えるようにする？見えないもの？お、なんだこれ？
おお。で、え、これどうしたらいいの？え、死ぬしかない？え、死ぬこともできないよ。何このフロア。あ、来た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 。果たしてこれでいいのかっていう疑惑はあるんだけど。メトロイド？よいしょ。あー、待って待って待って。いや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 。取り手、何があってどうなって死んだ？わからん。とはいえここをまず進めるしかねえもんな。あー、だから本当はあれか、トランポリンを使ってうまいこと下のルートをこうやって開けてく作業なのか。でここまで降りてきて、この電撃のダメージがすげえバカ高説あるから、ちょっとそこはビビんなきゃいけなくて、でちょっと右にずれとく。そうだね。で、一回、こういうこと？左は行けないでいいね。またボスか。いやー、はまった最初に。やっべ、強え！あー！現れたボスキャラ、レッドバルカーマ。このレッドバルカーマが八神にとんでもない猛威を振る。果たして八神の挑戦は次回に続く。こういうトライアンドエラーを繰り返して昔のゲームっていうのはね、クリアしていったんだろうな。ほんとすごいよね。あ、次回に続きます。